これもでかいもんね。あでかい。これは。でかい。あの、あのめっちゃでかい。怖いですね。うん、なんか鉛筆が一本入りそうなぐらい鉛筆キリッとしてますね。すごい。あ、いいな、鉛筆練習か。鉛筆一本。これシーガーオリベルだよね、やっぱり。うん。じゃない。うん。と思います。こんなバカでかい。気持ち悪い。で、次はどれを紹介していただけますか。これは。これ読めません。これは現代の人が書いたのか、昔の人が書いたのか、どっちでしょう。これエブタですかね。あの、エンゴロの上の一番上のもんでやったんですかね。はい。なんかですね。今度の時なんで解読してください。解読します。で書いたんですかね。うん、ですよね。あのやあのやなんか、うん、なので鉄で書いてない感じですよね。はい、当時の墨だと僕は実感して、うん、多分こういう風ですね。多分はい、そうです。うん、4って書いてあるんですか ね、 4っぽいね。4皿だったらもうちょっと下の線がピシッと上に行ってますよね。うん、なんか在庫の数 か、 なんか帳簿的な現場の、うん、そうですよね。大工さんとか目をするやん、うんうん、あ、そんな感じですよね。これは今回ロットで珍しく大富かな。大富、うん、やっぱ大富だから、このサイズでとっくりで言うと大富東釜っていう印象しかないですよね。うん、そうね。ちょっと小さめかな、これ。なんか、あ、そうでもないかな。少ないです、うん。でかい。でかいですか。元屋敷では出ないですかね、とっくり。あ、出る。出るけど。出る。うん。あの、感じは全然知らないですよ、ね。あの、さっき、篠織部のやつじゃないですか、あの。このぐらい繊細じゃないですか、元屋敷はね。めっちゃ可愛い。うん、めっちゃ可愛いよ、ね。これ。これもとっくり、ね、本当でしょうね。これもとっくりだけど、こうめちゃくちゃ繊細ですね、こっちは。これウリかな、これこっちは。うん、でこっちのタイプは肩が張って玉球が肩にかかるタイプで、僕これと同じの持ってるんですよ。あのあそこら辺の土を掘りに行ったら、うん、上を登ったらこれが落ちてたんですよ。本当に。で、このこれと秋草っていうのとこっちのおぼだかが全部見えて、あの濃い大富特有の濃い緑油がちょこっとついてて、拾って、なぜか拾ってびっくりして、ね、これはそれこそあの荒川豊造さんがね、タケノコのかけらを拾ったような感じで、その、ね、オリベやれっていうね、僕のその運命だったのかななんて思ったりもしたんですけど。ね、拾ったんですよね。拾ったんです。まあでも掘ってない。いや掘ってない掘ってない。だってあのだって大富じゃないとこで、はい、拾ったということで。はい、拾ったんですよ。はい。そしたらもう噂が広まって、安藤あそこあの誰かがあのあそこで偉いものを拾ったっていう風で聞いた次の日にね、あの見に行ったっていう人もいるぐらいで、陶芸家でね。でそれで あといろいろ話してみると、うん、あれ拾ったの安藤さんだったんですかって。っていう風でね。それ見せてください。面白い。うん。そう、焼きらんちょっと甘いんですけど、はい。はい、ね、これはなのでやっぱり共通しているのは中のろくろ目がすごいですね。うん、僕のも。これは竹かなんかでろくろ引いてる？やっぱり。竹、キノコで、うん、まあわかんない。竹の木でわかんない。竹か手じゃねえよね、これね。手じゃないですね。これはこの木の棒。木の棒でちょっと。何でもいい。うん、やっぱさっきだからこう手早く作る必要あるのかな。数は作ったんかな。どう、数はやっぱりねいくらでも作ったと思いますよね。うん、ただ茶道具じゃないから残んなかっただけで。で、ね、よく言われるのがあれじゃないですか、こんなでかいの
はやっぱり当時はあのドブロク文化なので、うん、やっぱりたくさん飲まないと酔えないからないのサイズなんだっていうことを、ね、もしこれ今のサイズ今って結構僕自信ないですね。これ全部一人で飲んだら。そうね。危ないですね。危ない。今の酒は本当飲みやすいもんで。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。